はい、いただきます。というわけで本日もやったんでしていきたいと思います。なんでやねん。というわけでですね、はい、本日はトトクラさん、どっちだろう、トトゾウさんかな、わかんないけど、こちら湘南台にありますね海鮮料理屋さんにお邪魔しておるんですけども、これどうですか、船盛りよ。ランチから船盛りってなんかいいね。なんかちょっと箱根の旅館なんか行って温泉入って、その後日本酒とこの船盛りさえあれば、もう一日充実しちゃったりなんかするんじゃないんでしょうかねえ。いやー、なんかきれい、見てきれい、美味しそうだね。これまだ服装が夏だな。なんでやねん。おいしいね。ご飯が進むよね。はい、出ました。お刺身の盛り合わせってなんでこんな、ならま小鉢もついちゃって、おしんこついちゃってね。つぼついちゃって、つぼ漬けさんがついちゃって。なんでしょう。お刺身も何、5点もね、サラダも。ベジファーストと言いながら途中で食べちゃって、トマトついちゃって、すごくないですか。こんなランチ、こんなに小鉢がいっぱいついてるランチが食べれるこのお店が何よって感じですよね。そしてこれ初めて食べるこちら、マグロのカツ、マグロをカツにしちゃうっていう発想、さっぱりをこってりにしちゃうっていう発想、そしてこれタルタルをね、タルタルつけて食べるわけですけども、初めて食べた。はい、初めての味は、あ、初めて食べたっつってね、なんだろう、普通にマグロ食べたい。なんでやねん。最低。いや、美味しいんですよ、もちろんね。なんかさ、僕あんまり炙りが好きじゃないのよね。お刺身はやっぱさ、なんかお魚系なんだろうね、炙りしみしみだわ、しみしみしてるわ、美味しいよな。なあ、だし汁がな、ズバッブシャってな、いいな。あらま、こんな人参なんてよ、飾りつけちゃってよ。こう、ぶりですか君は、何年ぶりですか。何言ってんだ。いやー、しかしさ、ここ、いや僕ね、ここね、もう一軒前に三崎のなんかだったんだよね。トトゾウさんだかトトクラさんになる前に一回行ったことがありまして、ほんと何年前かな、45年前ぐらいに行ったのかな。そしたらこれに変わってもう潰れちゃうって、もう閉店しちゃうってね。カツだからソースかけてみました。ソースとマグロ合うんかいっていうね、そんな感じですけども。はい、パクリンチョどうでしょうか。あ、うまかったらしいね。やっぱカツ、まあ、カツ寄りなんだろうね。もうほんと中身がチキンでもなく、お豚さんでもなく、牛さんでもなく、マグロさんっていうね。やっぱマグロもちょっと火が通るとちょっとさね、お肉っぽくなりますけど、まあ、ちょっとほぼレアでしたけどね。いやー、美味しいわ。ビールが進むね、いいね。わあ、わさびちょろんとして、あ、綺麗だね。サーモンき、見て、こんなになっちゃってますよ、奥さん。綺麗。なあ、もう特に話すことねえな。なんでやねん。てか花粉始まったね。花粉始まった月曜日からもう来たよこれ。もうなんか目かゆいなって思ったり、喉乾いたなって思ったりさ。気づけば花粉ですよ。目超過いい、やられた、マジか、早いな。もうさ、もう花粉はええんじゃ、もう本当に、もう本当やだ。せっかく目も綺麗になって、綺麗なクリクリ二重になったのにさ、なんでやねん。またこれ見えになる、目が。やんなっちゃうよ、もう。あらま、わお、なんだな、油乗ってますね、油乗ってますね。へいよ。ああ、いいじゃないか。これだよ、これ。これでいいんだ。うまい。ああ、お魚たちよ、ありがとう。釣りも大好きだけど、さばかれてくれてありがとう。特に話すことない。なんでやねん。ああ、いや、皆さん花粉どうですか。花粉は嫌だな。明日で2月よね。早いもんでね、2月ですよ。今年スノボ行けんのかな。今年2月な、恵方巻きもありますしね。2月3日は恵方巻きですよ。今回は南東だっけな、そっち方面だね。南だね、とりあえずね。南のちょっと左だかちょっと西だかって感じだね。左だかじゃない東だか西だかって感じだね。ああ、はいはいはいね。豆まきでね、鬼は外福は内言うてね、なんか逆らしいね。僕はずっと福は内、あ、鬼は外福は内って言ってたけど、実際は福は内鬼は外、あ、逆、鬼を出してから服を入れるんだっけもうわかんねえよ。もうちょっとググって、なんでやねん。タグってっていうの、ググって。はい、ごちそうさまでしたというわけでね、もうこちら12月、去年の平成で、あ、令和4年の12月18日で閉店ですけど、行けなくなりましたけども、じゃあ、ま、行けなくな